五老星ももともとは太陽の神ニカの配下だった説。天体をモチーフとした名前が付けられている五老星。もちろん、現在は一番の強敵として立ちはだかっているが、これらのサターンやヴィーナス、マーキュリーなどの天体はすべて、太陽系の惑星、さらに古代兵器、ポセイドン、ウラヌス、プルトンも、すべて太陽系の惑星の名前が付けられており、ルフたちの住んでいる青色の星を、地球と見立てるならば、五老星も古代兵器も、太陽の神を冠するニカの元にあったと考える方が綺麗ではないだろうか。五老星たちのモデルが支配からの解放を望んでいた偉人たちがモデルなのもあり、もしかしたら最初は太陽の神ニカに仕えるめちゃくちゃ良い奴だったのでは。支配しまくりの世界政府とは全く思想が逆だよね。空白の100年に起きた戦争によってイム様たち、現在の世界政府側の勢力の力により、もしかしたら洗脳されて五老星はニカの元から離れてしまったのではないだろうか。